オーディション番組から誕生した韓国のボーイズグループ、エンサインのリーダーとして活躍するのが、沖縄出身の垣田さんです。来週、日本でも正式にデビューすることが決まり、先日、沖縄でファンイベントが開催されました。異国の地でデビューをつかみ取るまで、さまざまな壁を乗り越えてきた垣田さんに、今の思いを聞きました。グローバルオーディション番組青春スターから誕生したボーイズグループエンサイン。日本でのデビュー前でありながら、今月有明アリーナで開かれたコンサートには3回の公演に合わせて2万4千人余りのファンが詰めかけました。そんなエンサインが沖縄に、はい、せーの、ネットザサイン、ハイサイン、エンサインです。話題沸騰のエンサインのリーダーを務めるのが沖縄出身の垣田さんです。垣田さんはステージの中でめちゃくちゃセクシーパワーダンサーです。僕もセクシーパワーダンサーです。可愛い担当です。はい、こうやって今幸せに沖縄で活動しているのもお母さんのおかげでもあるし、今ファンの皆さんのおかげでもあると思うので、これからもたくさん沖縄に恩返しをしたいなと思っています。デビューのきっかけとなったのは、グローバルな K-POP アーティストを目指して世界中から総勢108人が参加したオーディション番組青春スター。垣田さんは最初のステージから圧倒的なパフォーマンスで会場を沸かせました。最後の機会だと思って青春スターに応募したので、予選から全力で本当に頑張ってましたね。絶対生き残ってやるぞっていう気持ちで毎日休む日もなくずっと努力してたので、その努力が本当に報われたんじゃないかなと思います。宜野湾市出身の垣田さん、実はダンスや歌を始めたのは高校を卒業した後のことでした。もう小学校から高校まではずっとバスケ一筋で、ほぼでも未経験ぐらいでした。そんな中、垣田さんが K-POP に魅了されたきっかけは、 BTS さんを紹介された時にめちゃくちゃかっこいいなと思って、あ、僕もなりたいけど僕には多分無理だよなって思ってたんですよ。でもその時に別の K-POP グループの NCT のユータさんを見て、あ、日本人の方でこうやって韓国語もペラペラに喋ってダンスと歌も完璧にこなしてこんな方もいるんだと思って、僕もオーディションを受け始めましたね。 K-POP の世界では10代でデビューする人も多い中で、韓国に渡ったのは21歳と周囲より遅いスタート。さらに異国の地で苦労することも多かったといいます。韓国語が話せないですし読めもしなかったので、ダンスの練習しながらも団体で練習するので、その時も自分一人だけ違う動きしてても指摘されても絶対聞き取れないので、よく泣きながら勉強してましたね。あ、でもなんだろうな、やっぱ夢を持つことで、なんだろう、人って多分頑張れると思うので、それは一番大事にしてました。なんか夢が僕は支えだったのかなと思います。それからおよそ3年間、韓国で練習生として努力を重ねた結果が実り、去年オーディション番組で優勝。ようやくデビューをつかみました。最初信じられなかったですね。オーディション番組なのでメンバーも誰とデビューするかもわからない状態だったので、その時最後にメンバー集まった時に、あ、僕はこの子たちとこれからずっと一緒にやっていくんだっていうふうに思うと、全部の思い出が蘇ってきましたね、その瞬間に。はい、
今年リリースされた韓国でのデビューアルバムに収録されているハイヤーのミュージックビデオは沖縄でも撮影されました。美ら海水族館でも撮影しましたし、あとジャンパ岬とかでも撮影しました。たくさん結構いろいろな場所でやったので、あと氷島の橋でもずっと50メートル走ダッシュみたいな感じでずっと走ってました、ね、これからもこういう沖縄の僕のふるさとをちょっとなんだろうファンの皆さんにお届けしたりとかもしたいなと思いますね、はい、今月日本デビューを控えたエンサインがイベントの開催地に選んだのは和田さんのふるさと沖縄です。ファンの皆さんはやっぱり和田の地元っていうことでたくさん来てくださったりとかするので本当にありがたく思ってますね。沖縄開催ということでメンバーは全員かりゆしウェアを着てファンと交流しました。ありがとう。めちゃくちゃ特別な気持ちですね。沖縄の、まあ、希望じゃないですけどなんかちょっと勇気を与えられるようなそういう存在になれたらなというふうには思っています。多くの人に愛されるエンサインは来週いよいよ日本デビューします。輝く星の先に手を伸ばせ、夢の先の夢に手を伸ばせ、飛び込んで。沖縄のアーティストたくさんのスーパースターの方がいらっしゃったと思うんですけど、次は僕知念和田エンサインの和田がその沖縄のスターになれるようにかっこいい姿見せていきたいなと思います。夢を追いかけるのに年齢は関係ないと体現してくれてますよね。ね、K-POP の男性グループのリーダーを日本人が務めるのは和田さんが初めてということでプレッシャーもあったそうなんですが、メンバーがそのままの和田さんでいいと言ってくれたおかげで自然体でリーダーができているということです。インタビューの中でもチームワークの良さ、仲の良さが伝わりました。これから沖縄を背負ってどんどん世界に羽ばたいてほしい、行ってほしいですよね。ね、また今回放送でお伝えしきれなかった和田さんのインタビューの内容は後日オキティブでも公開します。そちらもぜひチェックしてみてください。